皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回はリクエストが多かった怪奇事件について取り上げてみたいと思います。この事件は岐阜県のとある団地で連日のように不可解なポルターガイスト現象が発生し、この騒動が地元新聞に掲載されたことでテレビでも特集が組まれるほど有名になった怪奇事件です。一体この不気味な現象の原因は何だったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2000年秋、岐阜県富加町にある4階建ての町営住宅で意味不明の不気味な怪奇現象が多発し、新聞やテレビ、週刊誌などが報道したことで幽霊団地騒動に発展した。その結果、小規模な団地には全国からマスコミが集結し、除霊やお祓いを申し出る霊能者や野獣までパニック状態となるなど、この怪奇現象は一大騒動を巻き起こし、現在でも心霊マニアの間では富加町ポルターガイスト現象などと呼ばれ、有名な話となっており、2022年にはこの騒動をモチーフにしたホラー映画 N 強盗が公開されている。その後、この騒動の原因は立て付けの問題と結論付けられ、半ば強引に収束しているが、立て付けに問題があっただけで報告されている全ての怪奇現象が発生するとは考えにくいとの見方が多く、現在も真相は謎のままとなっている。数々の怪奇現象。現場となった町営住宅は田園地帯が広がる静かな場所に約4億円の費用をかけて1998年に完成しており、ごく普通の4階建ての集合住宅で当時は24世帯が居住可能だったという。そんな住宅に異変が起こり始めたのは、まだ入居者が少なかった1999年春頃だった。それは、住み始めた入居者から、ギシギシと壁がきしむ音や、天井裏を何かが走るような音、ガラス瓶が転がるような音や、ノコギリで何かを切るような音など、不審な物音が聞こえるという訴えが続出したことだった。ただ、当初はまだ新築ならではの建物の膨張、収縮による歪みなどが原因で音が発生しているとの見方が強く、怪奇現象とは捉えていなかったが、2000年夏頃から事態はさらに悪化し、徐々に怪奇的なニュアンスが強まっていった。その中で最も不可解な現象が発生していたのは、4階にある2つの部屋でシャワーや洗面所の水が勝手に流れる、テレビのチャンネルが勝手に変わる、食器棚から茶碗が2メートル以上も飛び出して割れ、その一部は機械で切ったかのように正確な長方形に切断されていた、コンセントについていないドライヤーが突然作動するなどのポルターガイスト現象が頻発するようになった。その他、別の部屋でもガスコンロの火が勝手につく、外から空き缶が飛び込んでくる、壁に刺さっていた画鋲が弾け飛ぶように勝手に外れる、カーテンが勝手に開くなどの現象があった。そして最も住民らが恐怖したのは、4階に住む3歳児が知らないおじちゃんが天井から顔だけ出していると話し、おじちゃんが怒っているからトイレに行けないと泣きながら訴え、3階の住人が4階の外側に浮かんだ女性を見たなど、部屋の中や階段、屋外駐輪場などでも幽霊の目撃が多発したことだった。このような不気味な現象は当時入居していた24世帯のうち15世帯にも上ったという。心霊騒動。このような不可解な現象の報告を数えきれないほど受けていた自治会長の男性は、自身も同じ町営住宅の1階に住んでおり、ポルターガイスト現象を経験していたことから富加町役場に一連の騒動を報告した。ところが役場の回答は政教分離の原則に反するので、自治体としてお祓いなどの宗教的行為はできないというものだったため、一部の入居者らが自費で祈祷師を呼び、敷地内の広場でお祓いの儀式を執り行った。その際、祈祷師に30年くらい前にこの場所で首吊りをして死んだ女性がいる、この女性のたたりによって怪奇現象が引き起こされていると告げられ、入居者らは半信半疑に聞いていたが、ちょうど30年ほど前にこの近くで小学生の子を持つ母親が実際に首を吊って亡くなるという事件が発生していたことが分かり、入居者らは祈祷師の勧めに従い、費用を出し合って広場の中央に女性を供養するための慰霊碑を建立した。しかしそれでも怪奇現象が収まる気配はなく、ついに24世帯のうち10世帯もの入居者が一時避難するなど騒動は一層大きくなり、2000年10月13日地元の中日新聞がこの幽霊騒動を取り上げたことをきっかけに、当時のテレビ朝日の報道番組ニュースステーションがこの騒動を報じたことで一気に全国的なニュースへと発展した。このことから現場には連日マスコミ関係者や野次馬が集まり、出入りする入居者たちに強引にマイクを向け取材するなど報道が過熱する中、全国各地から霊能者が訪れ除霊合戦が始まった。霊能者の除霊合戦。何の変哲もない団地が突如全国的な心霊スポットになったことで、この騒動を聞きつけた霊能者や宗教団体が次々と集まり、多い時には1日 2,3 人が現場に訪れ、我先にと除霊合戦が繰り広げられた。それらはほとんどが無償でのお祓いだったが、中には高額を請求する詐欺まがいの霊能者もいたという。また報道が過熱する中、複数のテレビ局が有名霊能者を現地に送り込み心霊特集番組を放送しているが、もはや心霊というよりもバラエティ色が強くなり、現場はカオス状態になっていった。例えば当時人気のあった小田無道さんや江原博之さんをはじめ、数々の霊能者が水子の霊のたたり、戦国時代の武士の霊、大昔にコレラで死んだ何千頭もの動物の霊のたたりなど怪奇現象について様々な説を語り除霊を試みたが、その後も不可解な現象が収まることはなかった。このように幽霊団地騒動が最高潮を迎える頃、当時はまだ無名だった霊能者下よし子さんの出現によって事態は大きく動き出すこととなった。弟子を十数名連れて団地に訪れた下よし子さんは、怪奇現象の原因は刀鍛冶の霊と冤罪で処刑された男の霊、そしてポルトガル宣教師の怨念と断定した上で除霊を行い、この除霊が功を奏したのかポルターガイストなどの怪奇現象が収まり始め、一気に騒動は収束に向かっていった。そして下よし子さんは広場の中央に住民たちが建立した慰霊碑が低級霊を呼び寄せているとして取り壊すことを提案したため、後に慰霊碑は撤去され、代わりに花水木が植えられたという。ただ一説には下よし子さんの除霊が功を奏したというよりも、騒動に飽きたマスコミが帰っていったことで好奇の目が遠ざかり、結果的に騒ぎが収まったとの見方がある。さまざまな説。下よし子さんの出現によってこの騒動は収まりを見せたが、一部の入居者の中には怪奇現象が継続していたとの情報があることから、原因については様々な説が囁かれている。それらをまとめると、霊道を塞いだ説。この騒動を漫画にしたある漫画家は、これらの怪奇現象は古来からあった神様の霊道を塞いだのが原因でたたりが起こったのではないかとの仮説を唱えており、実際富加町はかなり歴史が古く、周囲には古墳や神社が点在していることから、この説を有力と捉える見方がある。建材収縮説。現場となった町営住宅はコンクリート系のプレハブ工法で建てられているとされ、この工法は建材の節約や短期で建てられるメリットがある反面、熱膨張などが原因でパネルがずれて様々な音を立てるデメリットがあるため、怪奇的な音の正体は建材の収縮ではないかとの見方がある。またウォーターハンマー現象という、水道管の中の水圧が変化した際に生じる音などもあることから建物が原因だとする説もあるが、音以外の怪奇現象については説明できていない。低周波説。報告されている怪奇現象には物が飛ぶといった事例があるため、低周波による物体の共振が原因だとする説がある。また富加町付近には活断層が走っていることから、そこから発生する電磁波が原因との見方もあるが、いずれも物が飛ぶほどの影響はないと見られており、この説は懐疑的な見方が強い。集団ヒステリー説。実は騒動の火付け役となった4階に住む女性が霊的な現象だと騒ぎ立てたことから、それが集団ヒステリー化したとの説がある。心霊現象に違いないといった偏った集団心理が働いたことで、普段なら気にもしない音が不気味に聞こえたり、恐怖心が煽られることによって幽霊と見間違える錯覚のようなものが発生したとの見方があり、この説を有力視する声も多くある。事件の真相とは。この心霊騒動は2002年に原因は立て付けの問題だったと結論付けられたが、それだけでは説明がつかない奇妙な現象が多くあり、謎は深まるばかりとなっている。また現在は当時を知る住人がほとんど残っておらず、マスコミの窓口となっていた自治会長もすでに他界していることから、この騒動の真相解明はほぼ不可能と見られている。異音やポルターガイストについてはある程度科学的な説明ができるとの見方が強いが、当時団地に住んでいたある住人は5歳になる息子が部屋で目に見えない何者かとずっと遊んでいて怖いと話していたとされ、息子に誰と遊んでいるのか聞いたところ、おじいさんの幽霊とおしゃべりしていると答えたとの話があるなど、科学では説明できない不気味な現象は確かにあったという。果たしてこの団地で起きた怪奇現象は一体何だったのか、謎を解く鍵はあるのか、この事件の真相とは。この一連の騒動は、心霊を信じていた住人ならともかく、すべての部屋のドアに変なお札が勝手に貼られるなど、心霊を信じていない人にとってはかなり迷惑な状況だったといいます。騒動が収まるまでに24世帯のうち10世帯が避難したとされていますが、もしかしたらこのような迷惑行為に耐えきれずに避難した人が大半だったのかもしれません。ちなみにポルターガイストとは、ドイツ語でガタガタと音を立てるという意味と、幽霊を表す言葉が組み合わさったとされ、私の記憶が正しければ、日本では1982年に映画「ポルターガイスト」が公開されるまでは、このような言葉はなかったような気がします。このポルターガイストシリーズでは、出演者が次々と急死するなどもあり、当時はかなり話題になっていたため、一気にポルターガイストという言葉も認知されたのではないでしょうか。ある情報によると、この騒動の発端となった4階に住む女性の部屋にはオカルト系の漫画が大量にあったとされているため、これが事実であれば漫画の影響を強く受けていたことで、ちょっとした物音が霊的なものに聞こえたのかもしれません。この怪奇現象騒動は当時住んでいた住人の作り話ではないかとの見方もありますが、24世帯のうち15世帯もが不可解な現象を訴えていることから、個人的には作り話だったと切り捨てることはできないと感じます。全てが何かしらの心霊現象だったと結論付けてしまえばそれまでですが、個人的に一番可能性が高いと感じる説は集団ヒステリー説です。集団ヒステリーや集団パニックと呼ばれる現象は、簡単に説明すると、誰かが最初に起こした症状や感情、思考が周囲に伝染して集団化することですが、実際にこのような事例は日本でも多く発生しています。有名な事例を挙げると、2002年に関西の名門私立中学校の林間学校において、変な声がするといった女子中学生の一言から集団がパニックに陥ったとの話があり、一部では本当の怪奇現象だったとする説もありますが、集団ヒステリーと結論付けられています。このような集団ヒステリーの心理的背景としては、不安と暗示、集団意識や迷信的観念などが影響しているとされ、同一化の欲求が高い思春期の女性には特に多くの事例が報告されています。このことから推測すると、団地の幽霊騒動も集団ヒステリーが起きていたと考えるのが最も納得できます。もしかしたら下よし子さんの除霊によって騒動が収まったというのも、これで安心だという集団心理が影響しているのかもしれません。ちなみにこの下よし子さんは、これとは別の除霊の件で2012年に霊感商法で法外な費用を払わせたとして、名古屋地裁から約610万円の支払いが命じられたとの情報があるため、霊能者というのはやはり金儲けの一環として肩書きを利用しているものが多いのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をするでしょうか。